どうも、ささんです。本日動画撮影日が2020年の5月30日で、時間が朝7時半過ぎたあたりなんですけども、今月もね、もう早いことで今日と明日で終わりということでですね、毎月恒例にしてる使ってみて良かったものランキングっていうのをやっていきたいなと思ったんですが、今月はですね、まあ、ちょっと不作というか、こう自信を持って皆さんに、これはね、本当に使ってみて良かったですっていうものがあんまりなかったというか、3つはあったんですけど、いつもだいたい5つとか紹介してて、ちょっとね、動画のボリュームに欠けるかなということで、今回はですね、いい部分ももちろんあるんですけど、こういうところが気になったから今回は惜しくもランクインしなかったっていうものも2つ合わせて紹介したいなと思います。はい、じゃあ早速使ってみて良かったものランキング第3位なんですけど、3位はですね、まあ、番外編っていうかね、使ってみて良かったものというか飲み物なんですよね。こちらでございます。サントリーが販売してるエナジードリンクのゾーンっていうやつですね。結構ね、今動画見てくれてる方の中でエナジードリンク好きでよく飲むっていう方いると思うんですけど、実はね、俺今まであんまりエナジードリンク飲んでこなかったというか、もちろん飲んだことあるんですけど、よく飲むっていうほどではなかったんですよね。じゃあなんでこれが好きなのかっていう話なんですけど、この前ね、コンビニに飲み物買いに行った時に、なんかこうシャキッとしたいなっていう風に思って、モンスターエナジーを買ったんですよね。で、そっからね、モンエナにちょっとハマったんですよ。あ、これ美味しいし、なんかこうなんとなくシャキッとするなと思って、モエナ飲んでたんですけど、モエナってちょっとちっちゃいっていうか、まあ、ちっちゃくはないかもしれないですけど、350ちょっとぐらい入ってて、で300円ぐらいするじゃないですか。でちょっと高いなと思って、でモエナの近くに置いてあったこれがですね、ちょっと安いんですよね。これ確か200ちょっとぐらいで売ってて、で容量も 500ml なんで結構コスパいいなと思って、試しに買ってみたら、これ味めっちゃモエナに似てんなと思って、でそっからね、美味しいなと思って飲み始めて、今ね、なんかこう中毒とまではいかないですけど、なんかめちゃくちゃ好きで、最近毎日飲んでますね。まあでもこのゾーンっていうやつは、これ1本でカロリー265あるし、あとね、結構カフェインとかも入ってるんで、あんまり飲みすぎは良くないと思うんですけど、まあでも飲みすぎない程度に、こう仕事中にね、シャキッとしたい時に飲むぐらいだったら、まあいいかなと思って、ハマってますね今。じゃあせっかくなんでね、ちょっと開けて飲みたいと思います。じゃあいただきます。美味しいです。これ普通に近所のコンビニとかで買えると思うので、エナジードリンク好きだけどこれまだ飲んだことないとかっていう方いたら、ぜひ、一度ね、試してみてください。はい、じゃあ続いては今回のランキングに惜しくも入らなかったもの一つ目紹介していきたいんですけども、それがこちらでございます。これね、サーフェス GO 2っていうやつ、まあ、結構知ってる方多いと思いますけど、今月発売されて、で俺も買って今まで、2本かな、2本ぐらい動画出したんですけども、これなんで使ってみて良かったものランキングに入らないのかというとですね、このサーフェス GO 2は画面サイズが 10.5 インチのタブレット PC で、今別売りのね、こういうタイプカバーっていうキーボードついてるんですけど、着脱式になってるので、タブレットとしても使うことができて、例えば、こうやってね、縦にして電子書籍読むとかそういうこともできるし、あとスペックに関して言うと、お世辞にも高いとは言えないんですけど、そこまでね、負荷の高いソフトとか使わなかったら、まあ普通に使えるレベルだなと思って、いいなと思ったんですけど、ただこの Surface Go 2をレビューした時の動画でも言ったんですけど、このキーボードがね、ちょっと未だに慣れなくてですね、このキーが全体的に狭いんですよね。で、私たちさん、この Surface Go 2を買う前に、Surface Pro 7も買って、今もね、まあ、持ってるというか使ってるんですけど、この Surface Pro 7に関しては、キーボードが普通のパソコンと同じなのかな、これサイズ。多分同じぐらいのサイズだと思うんで、普通の感覚で打つことができるんですよね。で、この Surface Go 2に関しては、コンパクトさが売りの製品だと思うので、まあ、このキーボードのサイズっていうのも、しょうがないと思うんですけども、やっぱこう2つを使い比べた時に、キーボードを取り外してタブレットモードで本を読むとかの時はこっちの方がいいんですけど、それ以外は基本的にやっぱこっちの方が、個人的には好きだなというふうに思ってしまったので、今回は残念ながらランクインしなかったっていう感じになります。まあ、ただこのキーボードに関しては、慣れればね、もっと使いやすいっていうふうに思うんだろうなっていう部分もあるし、あとですね、この Surface Pro 7だとちょっとデカすぎるみたいな人もいると思うので、まあ、そういう方はね、検討してみてもいいんじゃないかと思うんですけど、一度ね、やっぱり電気屋さんとかで触ってみるのがいいんじゃないかなとは思います。
はい、じゃあ続いて使ってみて良かったものランキング第2位なんですけども、それがこちらでございます。これなんだかわかります?皆さん。これね、ラップみたいな感じのやつなんですけど、これ何かというと、ダイソーで買った、段ボールとかをね、束ねるときに使うやつですね。私、笹はですね、普段から、まあ、いろいろね、ネットショッピングとかで買い物するので、こういうね、箱がめちゃくちゃ溜まるんですよ。多分、普通の家の、何倍もね、この段ボールを捨てる機会が多いんじゃないかと思うんですけど、この段ボール束ねるのって意外とね、大変というか、めんどくさいというか、でもこれがあれば、まあ、ちょっと楽ちんにできるんですよ。今回ね、ちょっと動画でやってみたいと思います。はい、じゃあ、まず段ボールを、壊します。はい、今こんな感じで箱をね、3つ壊して重ねたんですけど、で、これを使ってですね、まあ、まずこんな感じで、ちょっと伸ばしてですね、まあ、ぐるっとやります。なんかぎこちない感じになってますけど。で、こう引っ張ってですね、で、こうぐるっとまた、元の位置に戻すというか、なんかこれ下手くそなんだけど。で、一周したら、切ります。なんかね、段ボールの量多かったらもっとぐるぐるってやった方がいいかもしれないんですけど、で、これでね、結構もうしっかり固定されてるんですよ。で、あと、もう一回ね、この横もやります。はい、一周して、で、これはね、もう本当に簡単に手で切れるので、こんな感じですね。はい、じゃあこれでね、もう束ねられたということで、これをね、捨てるだけということになります。なんか今ちょっとやり方下手くそに見えたかもしれないんですけど、もっと広いところでやればですね、まあもっとうまくできると思います。で、これに関してはですね、ダイソーで100円で買ったものなんですけど、この前ね、セリアに行ったら、似たようなやつ売ってたので、まあいろんなね、100円ショップで売ってるのかもしれないんでね、段ボール結構捨てる機会があって、束ねるの面倒だっていう方は、ぜひ一度試してみてください。はい、じゃあ次が今月の使ってみて良かったものランキングに、惜しくも入らなかった製品2つ目なんですけど、それがこちらでございます。これは先日ソニーから発表されたばっかりの ZV-1 っていう Vlogger 向けのコンパクトデジタルカメラで、今ねこれソニーさんからお借りして使わせていただいてるっていう風な感じになります。今までのソニーのカメラっていうのは、この背面のディスプレイがね、こう縦にチルトしてたんですけど、この ZV-1 に関しては背面ディスプレイがこう横に開くバリアングルモニターっていうのを採用してまして、これによって自撮りモードにしてもこのカメラの上に外部マイクをつけることができるんですよね。まあなので Vlog の撮影とか、あと YouTuber に使ってもらうとか、まあそういうのを想定して作られたカメラなんですよ。で、値段も結構手頃になるんじゃないかっていうふうに言われてて、去年発売されたこれと似たカメラで RX100M7っていうのがあるんですけど、そっちはね確か13-14万ぐらいで売ってたんですけど、このカメラに関しては、それとほぼ同等というかそれ以上ぐらいの機能を搭載してるのに8万円か9万円ぐらいで販売されるっていう風に今噂されてて、 Twitter とか見ててもこの ZV-1 は買いだなみたいに言ってる YouTuber の方がね多かったりするんですけども、私さんこれを実際に使ってみた感想としてはですね、まあすごいいいカメラなんですよね。本当に小さくて、それでいて高画質に動画が撮れるんですよ。まあこのレビュー動画っていうのも1本出してるので、詳しくはそっちを見ていただきたいんですけども、ただやっぱり気になった点っていうのもあって、まあ、それもねレビュー動画の中で言ってるんですけど、まず端子がですね、未だにマイクロ USB なんですよね。さすがに USB Type-C にしてほしかったなというふうに、思いましたっていうのが一つで、2つ目がですねレンズの画角ですね。この ZV-1 のレンズの焦点距離はフルサイズ換算で 24mm70mm なんですけど、 Vlog とかで自撮りを想定するんだったらもうちょっと広くしてほしかったなっていう風に、まあ、個人的には思うし、結構ねネットとかでもそういう風に言われてたりします。で、気になった点最後なんですけど、この本体の材質ですね、もうプラスチック感がすごいんですよね正直。去年ですね RX100M7 を私さんも買って使って、で今売っちゃったんですけど、そのカメラを初めて見た時はコンパクトなのにすごい高級感あるなっていう風に思ったんですよ。でそのカメラをイメージしてこれをね、ちょっと使ってみるというか触ってみたらですね、まあ、結構ちょっと安っぽさがあって、まあ、この本体もそうだし電源入れたらこうレンズが出てくるんですけど、このレンズもですねこれプラスチック感がね結構すごいんですよね。
これがねちょっと気になるというか、まあ、このカメラの性能面で言うと画角以外の不満っていうのはないんですけど、やっぱこうカメラって使うだけじゃなくて、結構高いものなので持ってて嬉しいものだと思うし、まあ、デザインとかも重要だと思うんですよ。まあ、なので、ここはですね正直コストカットのためにしょうがなかったっていうのはあると思うんですけど、もうちょっと高級感があったらなっていうふうに思っちゃったんですよね。まあ、さっきも言ったんですけど、このカメラの性能に関しては画角以外での不満っていうのは特にないので、別に材質気にしないとかっていう方だったら全然いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあいよいよ今月使ってみて良かったものランキング第1位の発表なんですけども、それがこちらでございます。これがエレコムが販売する液晶用のウェットクリーニングティッシュっていうやつなんですけど、これね結構確か安くて、今 Amazon で見たら110枚入りで、1025円でした。まあ、ちょっとね実際に使ってみたいんですけど、キャップを開けるとですね、まあ、こういう感じで出てきます。まあ、ちょっと出すぎたんでね引っ込めますけど、でこれはウェットティッシュなんですけど、アルコールとかがね入ってないんですよね。でこういうねカメラのディスプレイとかも拭くことができるんですよね。結構ねさっきペタペタ触っちゃって汚れてると思うんですけど、これでねさっと拭けば結構綺麗になります。すぐに、はい、こんな感じ、結構綺麗になってますよね。まあ、ちょっと濡れてるかもしれないですけど、まあ、あとはさっきのサーフェスとかですね、iPad とかでもいいんですけど、これもねやっぱこう指紋がついちゃうと思うんですよ、こう手で触るものなので。でこういうのも拭くとですね結構すぐ綺麗になるんですよね。まあ、ティッシュとかだと綺麗になんなかったりとか、あと画面とかに傷がついちゃう心配とかもあると思うんですけど、これはねそういう傷の心配とかもないみたいなんですよね。しかもこれ一回拭き上げるとその後ホコリをつきにくくする効果っていうのもあるらしいんですよね。これは結構いいかなというふうに思うんですよ。で一応用途っていうのを見ると、CRT ディスプレイっていうのと、あとプラズマテレビですね、この2つは使えないらしいです。で液晶モニター、こういうパソコンのやつとか、ノートパソコンのモニターとかスマホタブレット、あと普通の液晶テレビっていうのはこれでね、拭いてきれいにするっていうことができるみたいです。このエレコムの液晶用ウェットティッシュは以前リスキーさんっていう YouTuber の方が紹介してて、で買ってみたんですけど本当にすごい良かったですね。こういうね普通のなんかアルコール入りのウェットティッシュって、コーティングとかが剥がれる心配があるのであんまり良くないんですけど、まあ、これだったらねそういう心配もなく気軽に使えるので、スマホとかタブレットとかそういう電子機器をねいっぱい持ってる方だったら一つあっても、まあ一つあってもっていうか消耗品なんですけど、一回試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、という感じで今月はですねなんかこうちょっとしたものみたいな、そういう感じのものばっかりだったんですけど、来月はですね、まあ、もっといろんなものをですね発掘していきたいなというふうに思っておりますので、また楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは今回以上なんですけども、私さっさんこのメインチャンネルの他にサブチャンネル、ブログ、ツイッターもやっておりますので、ぜひぜひそちらの登録やフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。